何なんだよここ、ふざけんなよ。高飛さん、お前いい加減にしろよマジで。お前どうだった？どうもこうもねえよ、富士急ハイランド最高じゃねえかよ。でしょ？でしょじゃねえよ、お前楽しすぎんだろうがよ。よかった、お前最高の友達だよ。何なんだよお前。絶対高橋さん富士急気に入ってくれると思ったんだよ。こんなとこあんのか知らなかったよ。ちょっと遠いけどね。今なんつったよ？ちょっと遠いけどなって。関係ねえだろ、こんなに楽しいんだぞ。そうか。何言ってんだよこいつ本当に。ごめんごめん。なあそれからよ、うん、さっき俺たちが乗ったあのジェットコースターみてえなやつ、あれなんで、なんてやつだよ。富士山のこと。富士山っつうのかあれ、うん、やばいでしょあれ。富士山やばいだろ。楽しすぎんだろ、あんなの作っていいのかよ。最初さ、すごい高いとこまで登ったじゃん。ああ登ってたな、カタ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 。あれどのくらいの高さだと思う？おいおい、なんだよクイズかよ。ビルの高さで言って。ビルの高さな、5階だろ。低すぎんな、悪い悪い。じゃあ思い切るぞ、10で。悪い、言い過ぎた、8で。8、20階なんだよ。ビルの 20? お前適当なこと言ってんじゃねえぞ。ビルの20階って言ったらすごい高いぞ。そうなんだよ、ほんとに刺激的なはずだよ、クソ。なんで寄ってくんだよ、一人にしてくれ、今、なんだよ。なんで、なんで、なんで、やめろ、やめろよ、なんで、見られてんだろ、なんで、なんで。あのね、富士急のすごいところは、おいおい、なんだよ、その言い方よ。富士急のすごいところはさ、なんて言い方したら、富士山よりも面白いところはまだあるみたいな言い方じゃねえかよ。面白い、濃いよ。富士急にはね、富士山クラスの乗り物があと6個あるんだ。は？普通の遊園地はさ、絶叫系ってあって2個か3個だろ。でも富士急には富士山の他に6個、全部で7個あるんだよ。は？え？は？そんなのが いいの？そんなあっていいの？一つの場所に。それぞれの特徴があるから全然飽きないんだ。は、あ、え、お前さ、あの、富士山の面白さ分かってる？分かってる。え、で何？は、その、それクラスがまだ あるってこと？そう。で何？それぞれに何？な、特徴が、は？な、な、特徴があんの？そうだよ。じゃあその特徴ってのは例えばなんだ？言ってみろよ。ああ、スタートして1.5秒で180キロ出る乗り物とか。は、は、は、何？は、は、何？それ、まあいいや、もうなんていう乗り物なのそれは。ドドドンパ。ドドドンパ？うん。そのドドドンパっていうのが、は、な、何？ 180? 1.5 秒出た。は、絶対面白いじゃん。めちゃくちゃ楽しいんだよ。めちゃくちゃとかじゃなくて、もう、でもいいわ。で、他は何かあんの？他は、A じゃないかね。え、は、何？え、何？ A じゃないか。もう名前が面白いんだけど。あ、ね、どんな乗り物なんそれは。まずね、後ろ向きで登っていくんですよ。お、は、は、何？は、え、後ろ向きで登るの？うん。もう面白いよ。で、こう椅子がなんていうのかな、縦にこう回転するんだよね。あ、わかんないわかんない。椅子が何何何、え、くるーんってこうなるんだよ。は、え、なに、いや逆さになってんだけど。逆さになるんだよ。は、逆さになんの？なる。で、ねじられたり一回転したり。いや、あのさ、あのさね、あのさ、何、もうそんなもん面白いに決まってんだろうがよ。うん。もういいわ。でさ、お前のなんか説明だとさ、うん、なんかそれぞれの乗り物に全然違う特徴があるんだけど。そうだよ。あ、いや、そうだよじゃなくて。は、お前それ言ってる意味分かってんの？何を？な、え、は、は、分かってないの？いろんな乗り物があんだよ。そうだよ。ずーっと楽しいってことじゃねえの？そうだよ。何こいつ、もういいわ。
次何飲んの？もうドドドンパええじゃないか。あいやルート的なやつ高飛車行こう。おいおいなんで高飛車ってよ。聞いてねえぞ聞いてねえぞそれ。あごめんごめん。おそれもどうせ楽しいんだろ。あ高飛車っていいのは。あもう説明いいよ乗って感じっから。じゃあ行こうあちらから。やっぱすげえ高飛車めちゃくちゃおもれー。あ、高飛車どうだった。は、何どうだったって。高飛車楽しかった。あれつまんないってやつどこにいんの。で、次は何。あ、ちょっとお腹空かない。あ、空いてるね。楽しすぎて忘れてた。ねモスバーガーどう。あモスあんここに、うん、はモスかよ。え、モスダメ。連れてこいよ。誰よ。モスダメなやつ連れてこいよ。いいってことね。ああ、もう最短で移動しろよ。あ、ねちなみにここのモスは普通のモスとちょっと違うんだよ。高橋さん楽しみに待ってんだ早く言えよ。この富士急でしか食べられない限定バーガーがあるんだ。はすごいボリュームなんだよ。ね行こう。あーもういいや。何楽しすぎんだろ。いいじゃん。何お前今日死ぬの。何言ってんの。あのさ人生でこんな楽しいことねえんだよ。お前見てるとな思い残すことなくしてるにしか見えねえぞ。そうかな。もういいよ。で次はどうすんだよ。いやご飯食べながら考えようかなと。考えてる暇ねえだろ。なんで。藤山も高飛車も2時間近く待って乗ったんだぞ。しかも A じゃないかもドドンパにも乗んなきゃいけねえんだよ。今日中に間に合うのか。まあ行ってみないと分かる。それだけじゃないよ。俺はもう一回高飛車にも乗りたいと思ってるし、お前の藤山バーガーっていう発言で藤山にも乗りたいと思ってんだよ。そんなこと言われても。あとな、さっき鉄骨番長っていうの見つけたぞ。まだ楽しい隠してやがったな。こんな楽しいとこ耐えらんねえよ。帰る。分かんないよ。高橋さんの感覚わかんないよ。何がわかんねえんだよ。楽しすぎるのなんで切れるんだよ。高橋さんの感覚狂ってるよ。おかしいよ。俺はさ高橋さんとただ楽しい思い出を作りたいだけなのに。ここは楽しすぎるんだよ。楽しさがどう超えてんだよ。それの何がいけないんだよ。ここはな思い出だけじゃない人生を変えちまうんだよ。だからってなんで怒る必要があるんだよ。これもこんな感覚初めてだよ。自分が自分じゃないみたいだよ。知らないよそんなの。なあこんな楽しいところにいたら危険だ帰ろうな。お前だけなんだよその感覚。楽しすぎるから帰るんで変な発言するなよ。お前が本当に楽しんでないだけじゃないのか。は人間はな多分楽しすぎるとムカついちまうんだよ。ムカついてないお前は本気で楽しんでないだけじゃないのか。俺がどれだけこの高久との旅行を楽しみにしてたかお前知ってんのか。ゆきひこお前とのこの旅行が楽しみだったからバイトだって頑張ってこれた。それなのにそれなのになんだ楽しすぎるからムカつくって。ゆきひこごめん。お前となんか絶好だ。ゆきひこそれ以来ユキヒコとは会わなくなった。未だにこの時のことが夢に出てきて起きてしまう。何がいけなかったんだろう。おそらく富士急のせいだ。富士急は童貞を狂わせてしまう。
恐怖のアミューズメントパークと言っていいだろう。僕らは何も悪くない。夏と富士急と童貞のせいだ。おい、誠、富士急楽しいか？高橋さん。え？次、何乗る？雪彦。ああ、いや、なんでもないよ。よーし、誠、今日はいっぱい遊ぶぞ。